さあ来ましたね、 IMZ のコーナーですよね。今回これめちゃめちゃ楽しみなリール、これ出てきちゃったわけ。ダイワの IMZ ね、これじっくり見て、これ見える？この G はどうでもいいけども、 IMZ リミットブレーカー TWHDC と、こう素晴らしいリールが出ちゃったわけ。ここでね、僕が本当にいいリールっていうのはどういうリールなのかっていうのをね、皆さんにお教えしましょう。ワクワクするリール、もう使いたくて使いたくて仕方がない、もはや自分のスタイルにこんなね、ヘビーなリールいらないんじゃないかと、分かってはいても欲しくなっちゃう、このリールのためにロッドを探すという、そこまで行っちゃうのがね、本当にいいリールなんですよ。もうスペック云々もはや抜きにしてね、だそういう意味でこの IMZ 今回も十二分にそれ達成させてくれてるわけね。うん、このリールね、もう皆さんご存知の方多いと思いますが、ダイワ版 DC と言われる IM ですね、インテリジェントマグフォース、これ入っております。かなり前にね、視聴者の方からダイワの特許情報でね、インテリジェントマグフォース出てますよと、そういうね、コメントを結構もらってまして、で何かしらね、その見た感じによると何かしらシステムを積まないといけないんで、まあ、スティーズはきついだろうと、軽量コンパクトであるスティーズに最初にそれをつけるのはどうなのかと、でそういう余裕があるのはおそらくジリオンの1500番とか Z の2000番じゃないかと言ってましたけども、 Z でしたね。うん、でもしかしたらその名前がスティーズになってるかなとも思ったんですけど、スティーズってやっぱバスのイメージ強いんで、まあ、Z で間違いないなと、名前的にもね、 IMZ だからね、これかっけえわ。でこれざっと今ホームページ見てきた状態なんだけども、今本当に初見したんですよ、ホームページ。ちょっとあまりにも新しいリールなんで、ちょっとそのホームページ初見のね、この僕のリアクションも見て、これ今から流すから。うお、来た IMZ。 え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、絶対釣りせえへん人たちやんこれ。へえ、なんか新しい感を出してるんかなこれ。これいる？全然釣りって感じないけど、ハートランドやんこれ。ちょっとアップルっぽくしたかったのかなこれ。そんな気がするわ。革新的な、こう、ああ、ちょっとやっと釣りっぽくなってきた。すっごいお金かかるやろうね、このホームページ。この特設ページ、絶対お金かかってるよ。いくらぐらいかな？どうだろう？ 2、300万とかかかるんじゃないこれ。な、ビューモア。ああ、ダイワコネクティングシステムの？うおぉ。リールとスマートフォンがいよいよつながる。これワクワクするよね。ああ。これですよね。最初はスタンダードモードに設定されてるけど、コネクティングシステム、スマホとつないでいろいろ設定することによって PE モード、それからロングキャストモード、で、マックスブレーキモード、これライトグリーン、いや、この色で分かれてる LED のね、うん、車のアンビエントライトみたいな。これがね、ちょっと昔話になりますけども、懐かしいでしょ？これ何なのって。マグフォース 3D っすよね。うん。もともと Z に搭載されてましたけども、T3 とかにもあったんですよ。これ懐かしい。衝撃でした、T3 は。ちょっとやばいリールでしたけどね、あれ。ダイワアプリでできることと。うん。でもこういう超高データ、キャスト数とか、どの時間に投げたかとか見れるらしい。こういう風にね。うん。で、これダイワがこれデータ取るからね。これ表側ではないと思うけど、なんやろ、裏側でなんか GPS がオンになってる携帯なら場所も取れたりとかすんのかな。ありそう。だから Google のね、広告みたいに検索してたやつの広告が出てくるみたいなね、そういうことが釣り具で今後起こってくる可能性十二分にあるかなと。あー、意外にベイトリール下手くそな人多いんだねとか、だからこの地域の人がよく使ってるねとか、こういうルアーでこういうラインでよく使われてるんだなと。で、この IMZ 20本で 100m 設定ですけども、あ、意外に16で使ってる人多いなとか、だったらスプールちっちゃくして次の製品に活かしたりとかね、あるいはこのアプリのアップデートでちょっと細ラインに対応したブレーキ出しますせと、そういうこともできるかもしれない。もうとにかくすごいよね。うん、超高データの記録、リールの個体管理、だから複数台持つことももちろんできるということですね。すごいよ。
拡張性、成長性の獲得もこれだからアップデートの話よね。うん、日々スキルアップするオーナーの愛機として IMZ も共に成長していくとかっこいいな。ほら、ああもう書いてる書いてる、ここに。そこへさらに後日ダイワアプリに配信される新たなブレーキモードをインストールすることでキャスティング性能をより多彩に拡張していくことが可能だと。これだからあれですよね、さっき言ってたダイワがデータトリーの新しいブレーキモード出しますせと、これのことで。ひいてはさらにここには書いてないけども、今後のダイワの製品作りに生かされていくデータがどんどん収集できるってことですよね。でもしかしたらロッドにもこれ積まれるかもしれないしね。うん、まあまだもうちょい先かもしれないけども、よくある質問、これなんだろう。リール本体、充電方法ね、 USB-C ケーブル、バッテリーはどの程度持ちますか。2日程度。なるほどね。キャスト回数だと700等なんや。はあ。充電時間、残量なしから満充電で、90分かかると。なるほどね。充電が切れたら使えなくなりますか。釣りを続けることは可能ですと。充電切れの場合は何ができなくなるのかと。ブレーキ力の変更、調整ができなくなって最大ブレーキ力で固定されますと。ああ、なるほどね。ブレーキモードの変更ができなくなって、その場合のブレーキはマグフォース。ああ、なるほど。なるほどね。兆候データの蓄積ができなくなるってことですね。あ、電子保証もある。発行後1年。で、海外使用は無理ということですね。日本専用。まあ、アプリの連携とか電波の問題もあるんでしょうね。うん、あ、書いてるわ。ああ、動作温度と温度管理。ああ、動作温度は0度から40度。マジ？じゃあ、氷点下の琵琶湖は無理ってこと？極端な低温下や高温下でバッテリー消耗が一時的に早くなったり、電源切れたりする可能性ありますと。ちょっとね、やっぱ電子やとそういうところがね、ありますよね。ソルト対応してるけど、なるべく早く水洗いしてくださいと。修道部や回転部に残った塩分や汚れを洗い流すためですと。まあこれはまあ普段通りですね。シャワー等の真水にて水洗い。パーミング側のサイドプレートにつきましては、直接強い水圧をかけることは推奨しませんと。これ多分充電ポートがあるからですね。これキャストーンこれ DC の話でしょうね。ダイワは DC じゃなくて IM ですから。特有のキャストーンが発生します。あ、そうなの。なんかあんまり PV では分からんかった。最後のピピっていうのは分かったけど。音の大きさや回数はキャスティングの入力の大きさによって変化し、無音の場合もありますと。はあ、なるほど。何号の P ラインまで使用できますかと。そのもうスペック見て決めてくれっていう話よね。リーダー結束部がレベルワインドを通過しにくい場合がありますと。これね、僕いつも T ウィングで感じてるんですけども、 P をした時にロングリーダーにするとね、カツンって当たっていかん場合があるのよね、 T ウィングから先に。なので結束部はロッドのガイドより外側に出すことをお勧めしますと。水没した場合直ちにご使用おやめくださいと。また電源入れないようにしてくださいと。ほー、スポーツライフプラネッツに修理に出すことをお勧めします。電子回路がショートしてしまう可能性があります。結構ちょっと気使う感じやね。この IMZ を使うにはダイワアプリの使用が必要ですかと。使用なしでもいけるけども、やっぱり、制限を解除するためにこのアプリ使ってくれと。見にくホームページ。かっこええけど見にくいわ。うおー、インテリジェントマグフォースのページですね、これ。知性を宿したマグフォースと。まあ、さっき書いてあったことですよね、これ。へえ、やっぱりちょっと軽量化を重視したのかな。IMZ では 38mm ケースプールとしては異例の素材選択となる G1 ジュラルミン。へえ、7% もの軽量化を果たしたと。じゃあ実際何グラムなのよと。出してくれよな。うわー、これね、キャスト直後ですよね。バーンと。ブレーキが立ち上がる。A モードもあるし、ブレーキが弱い。で、さらに弱いモードもある。ブレーキモード B とかはね、あれかな。空気抵抗の大きいルアーをなるべくブレーキかけ気味にして、トラブルなくやるっていうやつかな。で、これ完全にロングキャストですよね。めちゃめちゃブレーキがほら、少ない。下手したらサミングいるんじゃないかっていうね。うわぁ。小村亀さん。追加ブレーキモードを開発していくのが楽しみすぎると。最高のおもちゃをプレゼントされた気分やね、ということですね。いや、そうなんですよね。これね、やっぱスマホと連携してね、 IoT 的な、技術が入ってきてるんで、当然アップデートしてくれなきゃ困るわけ。みんなが使ってそのデータを収集してより快適な Z になるようにやってほしいね。でしかもさ、これさ、
インテリジェントマグフォースって多分ここの中に入ってるわけでしょ。でスプールも一応対応のものだと思うけど、でギアボックス側とかね、多分そんなに変更ないんじゃないかな。だから下手したらこれのね、機能を煮詰めていくと、従来のリールにこのインテリジェントマグフォースをガチンとサイドプレートとスプール変えることによって搭載できますよっていうのもあるかもしれない。うん。あー、 T-Wing ね。あー、 T-Wing のサイトも新しくなってるね。おー、かっこえー。まあ T-Wing は今まで通りの話ですよね、これ。なんだこれ。なんかもうとかっこええけど見にくいんよなこれ。止まってくれへんかな。技術が集結した超高性能スペック、これがたまらんよね。うん、奥村さん、このリールにワクワクせん釣り人おるんかなと。ビッグゲームの新たな定番と、これはもうあれでしょうね、東京アンボートシーバスのビッグベイトゲームでしょう、おそらく。うわー、すごいかっこいい。このパーミングしてる姿もかっけー。あー、やっぱり、まあ、あのベイトシーバスね。うん、ドラグ性能も上がってると。これアンタレス DC よりも高いドラグ値設定できますからね、7キロ。その他もろもろ、これもね捨てがたいよね。このラウンドノブが標準搭載っていうのも素晴らしいところじゃないね。へえ、プロダクトストーリー、まあ、これはちょっと後からじっくり見ましょうか。成長するリールと。いや、これはアンタレス DC 勝てんのじゃないか、その今回のこのインパクトではね。使ってみないとわからないけど、正直アンタレス DC 弱いな。これブリッブリのリール。はい、というわけでこれね、ちょっといろいろおさらいしていきましょうか。うん、もう電子制御が入っちゃってるんで、もう何のこっちゃわからんっていう方もいると思うんで、まあこれホームページ見れば書いてあるんで、見たい方もそっち見てください。まずこれ見て、一番重要、ポーンと12万5000円。あー、リミットブレーカーしちゃったね、値段が。これ楽しい値段になってきたわけ。俺は全然構わないよ。うん、だってステラエグジストがポンポン売れる時代ですから。まあ当然ね、手が届かないっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、ポンポン買う層もおるんですよ。だからこういう新しい試み、チャレンジ、そんなんやってくれるんだったら俺は買うよっていう層もいるわけ。うん、俺も買う。まあ、価格としては高いよ、高いけどね。この新たな挑戦をやってくれたダイワを応援したいという意味でも購入させていただきます。で、じゃあまずこの IMZ っていうところのスペック、リールの基本スペックですね、電子制御の部分覗きの、これ重要、基本だよね。うん、まずね、この巻き取りの長さ見て、100センチ、めちゃめちゃハイギアなんですよ。ギア比 8.4 で、38ミリスプールです。これほら見て、38ミリでしょ。で、100センチってことはもうこれたまらんわけ。うん、まあ、僕はね、バスで使うシーンはあんまりないと思う。なぜならヘビキャロをあんまりやらないから。ビッグベイトもそんなに。やらないことはないけど、そんなに。ってなったら何で使うって。ベイトシーバス、ハードロック、それからベイトヒラ。アホですけども。ベイトヒラはマジでこれ。ベイトヒラにも対応してくれたらこれ、まあ、最高ですけどね。マックスブレーキモードとかものすごい期待しちゃう。だからそういうソルトの釣りに対応するには100センチぐらい欲しいんですよ、本当に。これね、エクスセンス DC っていうシーバス用のリールがあるんですけども、それでね、台ペンをしゃくったことがあるんですね。しゃくったじゃないわ、巻いたことがあるんですよね。ダイブさして、糸吹け回収してダイブさしてっていう動作なんですけども、それやるときにね、100センチはないとちょっとね忙しいんですよね。あとジグの拭け取るのもちょっと100ないと個人的にはリズムが合いにくいんですよ。だからこのハンドル1回転100っていうのはもう必須で、それは達成してきてると。で、自重 250g、 これ軽いじゃない。最近なんかあの重いタックルを振りすぎて、なんか1キロとかのやつをやってるから、もうこれだけ十分ですよ。はい、嬉しい。で、最大ドラグも7キロ。これ、アンタレス DCMD 上回ってます。はい。で、これ、糸巻き量。これ、重要よ。20ポンドが100メーターのキャパですね。うん。で、気になるソルトの方、PE の入れる長さは4号で100メーター。5号で80メーターです。で、2号だとね、当然巻けるからもっと、2号、2.5 号、3号とか巻いて、ベイトシーバスの基本的なルアー使うのも全然あり。うん。で、バスの場合、まあ、16とか20ポンド巻いてヘビキャロをやるなり、ちょっとヘビールアー投げるなりね。
だバスだとちょっと重いかなって気がするんですよね。うん、琵琶湖はまあいいにしても。だから IMZ で、うわ、これすげえと。これは欲しいぞと言っても、もう僕がいつも言ってるベイトリールの心臓、スプールとブレーキ。まあブレーキは今回特殊ですけども、スプールを見て、何でも投げられるスプールではないです。はい。主にヘビー向きな釣りをする人向きです。でもちろんこれね、シーバスの他にも青物といったソルトのストロングゲームに最適と。ただこれはね、僕ロックシャワーで使いたいんですけども、まあブリクラスであればね、範囲としてもヒラマサカンパチは結構やばくなってくると思う。まあどこまでやれるか僕もちょっとね、いろいろ沖磯とか離島とか行こうと思うんで、持ち込んでみてこれね、ガシガシ使っていきます。でこれハンドルの長さ、これいいよね。アンタレス DCMD よりもちょっと長い、 95mm、 助かる。やっぱゴリ巻きしないといけませんからね。でボールベアリング12個、ローラーベアリング1個ということで、もうベアリングもバッチリ。バッテリー容量が 410mAh、 こんなスペックまで出てるんや。でバッテリー充電時間が90分、で連続投擲回数700と、で搭載ブレーキスタンダードモードと。で価格はもう銀が飛び越しちゃってるということですね。でまあリールのスペックはこんなもんなんですが、やっぱり皆さん気になるのはこのブレーキをね、どうなっとるんだいっていう話なんですが、この IM ブレーキ、インテリジェントマグフォースですね。最初買った時はね、このスタンダードモードしか使えないらしい。でそれをダイワのアプリとスマホ接続することによって、これらのブレーキを使えるっていうことですね。この3つか。でこれロングキャストモード紫ね。でマックスブレーキモード、これ平で期待、平鈴木ね。でこれ PE モード、これはベイトシーバスとかなんかいろいろ。でこれはもうジグですよね、多分ね。でしかもこの4ブレーキモードに加えて、このボタン見える、これこれ、このボタンをカチカチ押すことによって、このブレーキモードを行き来できる上に、多分ボタンの押し方なんでしょうね、8段階でブレーキ設定できるらしいです、この中でも。素晴らしいリールなんじゃないのね。で当然スマホと接続するんで、こういう風なね、なんか情報を登録できる、てか自動的に記録されていく、日付とかキャスト数とか、その最大飛距離とか、あと時間と飛距離のデータとかも出るみたい。この時間にこんだけ投げてるよとかね。で各ブレーキモードの使用率とか、で最終的には月の使用頻度とかね、出るみたい。この IMZ の一番の魅力というか推しポイントはここよね。連携していろんなものが記録できて活かせるのかはわからない正直あんまりちょっとかったるくてやらなくなる可能性もありますね。うん、今までね、兆候データつけてらっしゃる、細かくつけてらっしゃる方には非常に助かる機能かなと思いますが、僕はねちょっとなんか意外にめんどくさくなってきそうだなって気もするんですよね。だるも見るのもだるよみたいなまあただこのデータ記録できるということは、さっきも言ってたかもしれませんけども、台話が吸い出しできるっていうことだと思うんですよね。多分当然管理機能ついてるでしょうから、意外にじゃあマックスブレーキ使うユーザーが多いんだなと、そのマックスブレーキ使ってるユーザーは、あ、やっぱ PE が多いんだなと、 PE はバックラッシュするのが怖いから、じゃあマックスブレーキでやろうかっていう人が多いのかと。あるいはね、まあ下手したらですよ、位置情報がオンになってるスマホと接続されてるんであれば、位置情報も台話で吸い出しできるかもしれない。あ、この地域の人はこのブレーキ使ってるけど、この地域の人はこのブレーキが多いなとか、あ、最大飛距離意外に飛んでない人が多いなとか、じゃあアップデートでこのブレーキモード追加しますよと。例えばね、さっき僕が言ってたイソヒラ、これものすごいベイトリールにとって不利な環境なんですけれども、イソヒラ用のブレーキシステム、はいどうぞというのもできるかもしれない。でひいてはこのデータをもとに、まあ、ロッドであったりとか他のリールの開発、かなり細分化してきているこの釣りのニーズ、それに応える製品を作りやすくなるだろうということですよね。だからまあちょっと僕たちがね、いろいろこのデータを取って、まあ、自分で楽しむのもよしだけども、もう台話にあげるということですね。そうすることによってよりこの Z のブレーキが快適になっていくっていうことですよね。文字通り自分たちが使ったデータをダイワがまとめて新しいものを提供してくれると。でちょっと気になったんだが、このパワーラウンドノブついてるんだが、
ここに乗ってる Z ってラウンドノブじゃなくない？これは何なんだろう。で、この IMZ のちょっと気になる部分、被る部分も若干あるんですけれども出してみました。そもそもね、データ見るんだろうかっていう話、3日でお腹いっぱいになりそう。最大飛距離とか何投投げたかとかいるかっていう話、面白いけどね、ものすごく。で、あとブレーキの曲線、さっきあったけども、ナチュラルなブレーキ曲線だったんですよね。 DC みたいにオンオフされてるような感じではなかったんですよね。できないのかなという、なんかそのグラフ見た感じだと DC の方が優れてるように見えてしまいはするんですよね。これ使ってみてどうなるかというところですね。で、あとこれは拡張性がありますから、まあ、そこは DC より優れているところでしょうね、間違いなく。で、あとバッテリーの劣化ですね。あと交換ができんのかっていう話。当然ね、充電していくバッテリーなんで劣化していくでしょうから、何回ぐらいに交換しないといけないのかな。バッテリーも結構高そうな気がするんだがという懸念で、あとね、充電をしないといけないっていうね、そもそものこのリールの特性上ですね、遠征とか連日調光ではちょっと使いにくいなと。で、あとはこの充電コネクト部分、これの耐久性ですね。あと耐水性、壊れないのかと。で、あと水没したら即終了というね、ちょっと気を使わないといけないっていう。で、これは機体の部分になりますが、横展開してほしいな。ってか、間違いなく台話はしてくるだろうなという。この収集したデータであったりとか、ユーザーの声、これをもとに、間違いなく小型化、34ミリクラスとか、そういったリールにも搭載されてくるでしょうと。シマノの DC もね、最初はでっかいリールに搭載されながらも、今は SLX とかね、そういうちっちゃいリールにまで入ってきてるわけなんで、ここは間違いなく、スティーズとか、そういう、ジリオンとかね、そういうのにも近い未来搭載されるのはまあ間違いないだろうと。はい、というわけで皆さん、コメントでぜひこのもう銀が飛び越し値段の12万5000円の Z 買うか買わないかぜひコメントください。俺は買います。じゃあ楽しみにしてるぜ。